はいどうもこんにちは、こんばんは、ローンズでございます。今日はですね、先日まで ING のねセールとかで、いろいろちょこちょこね買ったものがあるので、プラスちょっとネットで買ったものもあるので、ちょっと全部ね一気に紹介しようと思います。これがこんな感じでございますねもうちょっとねいろいろ買いすぎてますね、いろいろと。マジでどれから紹介しましょう。とりあえずこれからいきますか。これちょっとネットで買ったんですよ。ダイワのなんかトーナメント、ちょっと一回開けたんでね、ちょっとあれでもうくしゃくしゃ入ってるけど、普通に安かったんですよ。安かったって言ったらおかしいけど、これダイワのトーナメントのやつなんですよ、はい、こんな感じ。トーナメントって入ってます。買った版が DE7406、はい、大きさもちろん 2XL でございます。いくらだったかな、5000円ちょっとぐらいだったから、安くないと思って、普通に考えたら結構安いんですよ。このトーナメントだって確かに1万3000、4000とかしたんじゃないのかなっていうのが安かったんで買いました。でここのなんていうかな、出品してるとこ見ると結構ねルアー系とか置いてたりしたから、どっかのお店なのかも、かもしれないけど、わかんないですけど、わかんないですけど、いや全然ありじゃんと思って買いましたね。ちょっと着てみましょうか、せっかくなんで。今日は変な編集しないとりあえず着ます。はい、ということで着てみましたやっぱかっこいいよね、さすがトーナメント。一応そのなんだ、断熱じゃないけどとか、なんか UV カット機能とか入ってるみたいです。本当になんかもう夏用だよね、もう一年中着れるやつですね。でもね、なんか断熱系が入ってるとなんかちょっとこう通気性が悪いというか、どうなんだろう。まあちょっとね、今後着てみないと分かんないですけど、ちょっと最近ダイワ系が多いな、はい、ということで、続いての紹介いきますか。これがちなみに ING で買ったものになります、はい、まずこれね、これ最近もうジギングにマジでハマってて、ちょっと白飛びしてんな。最近ね、ほんとジギングにハマってんのよ。で、まあ、船の上で、当然釣りするから、ライフジャケット毎回船長に借りてたんですけど、なんかあんま、まあ、船長も何も言わないけど、まあ、自分のも なんとなくそれで言うと欲しいなと思って、買いました。しかもね、特価であったんですよ、特価で。これしか、型番はこちら。DF2220 という型番ですね。2020年度モデルで、ちゃんと現行品です。今、ダイワのページに載ってますけど、まだ現行品でございます。はい、でボンベの期限というのかな、が2025年11月となっております。これが、特価だったんですよ。特価といっても、まあまあするんだけど、はい、こちら。割引対象外で 14,980 円でございました。まあそれでまあ言っても15,000円ってうわーっていうぐらい値段だよね。まあまあでもね、船ね、まあ今後もちょこちょこ乗るならいるかなと思って、一応8月にも一応ちょっと県外行くかもしれないっていう予定が一応あるんでね、そのジギングで、まあわかんない、未定なんで何とも言えないですけど、っていうので買いまして、はい、一応保証書もね入ってます中に、ということでこういう感じのやつね、一回腰に合わせてるんであれだけど、なんかめっちゃコンパクトなんだね今のやつってです。まあレフトライトっていう感じですね。これの一個新しいやつがあって、それは腰のなんかサポートベルトみたいなのがあって、もうちょっと太いやつなのよ。このあんまりひねらないっていうやつかな。これ何使うんだろう、この部分、この輪っかの部分何なんだろう、よく分かってないんだけど、こっちはこの引っ張った分をこうベラベラならないようにこう止めるあれがあるのよ。一応やっぱ新しい新設計っていう感じで、まあ、どこでも行けるようにちゃんとねタイプ A というやつですね。桜マークついてますじゃないけど、桜マークの意味がどんだけ何の意味があるのかちょっと詳しく分かってないんですけど、まあ、とりあえず船釣り出るならまあどこでも OK みたいな感じですよね。あとはもう小物ですね。
小物、小物がまあいくつかありまして、まあ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 普通に小物系、小物系だね。もう最近の最近のやつですよ。せーのドン、はい、まずアシストラインっていうのかな、うん、YGK というなんて C なんとか C ハンターかなの、これは20号ですね。20号、そして針が1分の0っていうのかなってやつを変えて、あと一応収縮チューブ、この前買ったのが 3.5 で太かったんだよね。だから 3.0 にしてみたと、はい、いった感じです。もうすでにこの辺を自作で作ってるっていう、まあ、自分でもただ結んで終わりだけどね。意外と抜けない、これなんか抜けるやつもあれば抜けないやつもあって、これは抜けないですね。実際青門とかで何回かかけてますけど、抜けるってことはないね。むしろ切れるっていう消耗が激しいね。あと色抜けも激しい。もう結んでて、これね、糸のこのなんか水色なのよ。このマリンブルーっていうこの色なんだけど、これ結んでて手にめっちゃつく。で、あと一回使うと色落ちがめっちゃ激しいっていう感じです。まあでもちゃんとね、あの強いラインだなって感じ。針は、まあ、2.0 もあれば 1.0 もあった方がいいかな。軽いジグだともっと細くていいのかなみたいな。だからそんなにでかいの来る感じじゃないから、0分の1 1分の0でいいのかなっていう、あの針も今のところいろいろ見てます。なんかこのなんていうのかな、オーナーの針でもなんか早掛けもあれば、なんていうかな、縛りじゃないけど、あとなんかロックじゃないけど、なんか何種類かあるのよ。普通に使うのはこの早掛けでいいみたいな。いろいろして、最近めっちゃいろいろ調べてるんだよ。一応収縮チューブ、まあ使うかどうかわかんないけど、これ198円なんだよ。まあ、一応これセールの時に買ってるんで、ここから 15% オフとかになっております。確か、うん、15% オフになってると思う、はい、そして追加でジグを2つ買いました。せーのドン、はい、こんな感じでございます、はい、クレイジーオーシャンのタングステンですね、2000円、もうあれ値引きであれ剥がされて、これ 25% オフやったんですよ。だから買いました。で、これジャッカル825円かです。これも 20% オフか、うん、剥がされていく。これも 20% オフでした。いまだにね、こういうの見てあのよく分かんないのが、これオフショアなのか普通のショアからなのか、どっちなんみたいな。あれ、これ違うんかな。よく飛ぶ後方設計って書いてあるから、こう飛ばそうかなもしかしてあれ、まあいっかこっちは普通のオフショアだよね。あ、でもこっちはなんか両方書いてるのか。キャスティング&ライトジギングに対応、これは両方対応してるのか。よく分かってないのよマジで。なんかオフショア、普通のショア用みたいな、こっちは両方いけるみたいな。でもほんとマジで分かんない。お店で見ててもこれどっち用なのみたいな。よく見ると後方センターバランスとかね、なんかまだその辺よく分かってない。まあとりあえずまあって感じだよ。でもオフショアに使えないのみたいな。あー、なるほど、リアがトリプルフックでしたね。あー、なるほど。別に使えなくはないんじゃない。まあちょっとやってみるわこっちは多分オフショアで、オフショアも OK って書いてあるから、あ、そうか、こっち違うんか。なるほど、全然気づかなかった。リアがトリプルフックとか、まあ、そういう失敗もあるんですよ。よく見てるんだけど見てるつもりになってるわ。でタングステンだ、だからこっち2つ買った方が良かったな。80とか100とかあったんだけど、オールシルバーがなかったんですよね、うん、です。はい、で、まあ、今回ね、まあ、ちょっと最近また追加で購入した分も、これ服も含めね、こんな感じでございます。とりあえずこれ入れとこうか。これトリプルフックどうしよう。後方重心で気づかんかったな磯に行った時に投げるちょっと待って、 60g を投げれるあれってないよな。多分使えるんかな、これサゴシ釣りに使えるかもしれんな、もしかしたら。まあいいや
紹介ああもう違うんか、難しいな本当に。こっちはタングステンだから全然いけるんだろうけど、なんだろうね、いろいろ調べてる割に失敗するっていうね、あるあるですよ最初の。ということで初めてのタングステンはクレイジーオーシャンの 60g でございました。そんな大きさ違うのかな、分からんけど。はい、ということで、まあ、最近また追加で買ったものはこんな感じで以上でございます。まあね、ほんと最近ジギングにハマっておりまして、深瀬にハマってないわけじゃないけど、天気が合わないよね最近。なんていうのかな、なんかめっちゃ天気悪いんだよ。こう深瀬に行こうかなとか、アジングにもちょっと行きたいんですけど、アジングに行くのにもなんかもう連日雨みたいな感じで、で、まあ、ジギングに行こうかなっていう日だけ晴れてるみたいな、そんな感じがちょっと続いておりましてですね、あのなかなかちょっと先風に行ってないってタイミングがある、本当に雨が降りすぎマジででございます、はい、ということで、まあ、ちょっと今回ねとりあえず追加で買った分のちょっとご紹介でございました。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。